ペコペコ佐野陽子作。ペコペコ。お父さん、お話しして。どんなお話？ペコペコしたやつ。ではね、昔々あるところに王様がいた。その王様はちっとも威張らなかった。毎日起きるとお妃様にペコペコ、家来にペコペコ、庭のクジャクにもペコペコ。ちょっとペコペコが違うんだけど。違うのかい？僕が缶蹴りしたら缶がペコペコになっただろう。ああいうやつ。まだペコペコの続きがあるのさ。さて、ある日王様はご飯を食べていた。王様はペコペコとコックにお辞儀した。お皿の上の魚にペコリと頭を下げて、いただかせていただきますと魚を食べ始めた。あのさ、王様がペコペコするとお妃様はどうなるの？そりゃ決まっているだろう。王様がペコペコするとお妃様は威張りん坊になってふんというのさ。家来もふん、魚もふん、食いたきゃ食えふんだという。その時大臣がドタドタ入ってきた。大変だ大変だ、これを見ろ。飯食ってる場合じゃないぞと一通の手紙を持ってきた。ペコリと大臣にお辞儀をすると王様は手紙を読んだ。今すぐ戦争をする。戦争をしてお前の国をわしのものにするぞ、えへんと書いてあった。王様は慌てず騒がず魚をきれいに食べると、ペコペコと骨に向かって頭を下げた。大臣はその間に隊長を呼びつけ、戦闘準備始めと怒鳴った。大砲はお城の屋根の上にずらりと並んで、馬もお城の庭にぞろりと並んで、兵隊も鉄砲を持って二列に並んだ。王様はゆっくりと鏡の前で鎧と兜をかぶって、刀も持つと鏡に向かってペコリと頭を下げた。そしてゆっくりお城の塔の上に登って望遠鏡で遠くを眺めた。遠くから土煙を上げて勇ましく隣の国の軍隊がやってきた。王様は隊長に向かって、いつものようにペコペコ戦うのだと叫んだ。隊長は兵隊と馬に向かって、ペコ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 、わかったか、ペコペコだと叫んだ。おおと兵隊は勇ましく答えた。おおと兵隊は勇ましく答えた。隣の国の軍隊はお城を取り囲んだ。そして一斉に大砲と鉄砲を撃ってきた。こちらの大砲の弾は勢いよくぶっ飛ぶと敵の前でペコリと落っこちる。兵隊はペコリペコリと頭を下げてペコンと地面に這いつくばる。
隣の国の大砲はお城の上にドカンドカンと花火のように打ち上がったが、お城もペコリとお辞儀をするのでどこにも当たらない。庭の木だって鉄砲の弾が飛んでくるとペコンとお辞儀をするので、この葉一枚落ちなかった。隣の国の軍隊はすっかり弾を使い果たしてしまった。王様は辺りが静かになるとゆっくりとことこ隣の王様の前に行くと、ペコリと頭を下げて、ご苦労さんでした。お疲れでしたね。ペコリ、私たちも疲れました。お食事を一緒にしましょう。と言った。隣の王様は、えへん。と言って、ごちそうになってやろう。と、お城の中に入ってきた。そして、みんなで、大ごちそうを食べた。隣の王様は威張って言った。我々の兵隊は一人も怪我人が出なかった。我が国は戦争が世界一うまいのだ。王様はペコリと頭を下げて、本当に良かったと静かに言った。隣の王様はお妃様に向かうと、なんと美しい奥方だ、これを差し上げよう、と卵ぐらいのダイヤモンドのネックレスを差し出した。隣の王様と軍隊は歌を歌いながら帰っていった。お妃様は王様の首にかじりついて、あなたって素敵、踏んだ、と言ってキスをしたのさ。それからお妃様は転がっていたコーラの缶を、踏んだ、と言って蹴飛ばした。それから王様もお城の庭でコーラのペコペコの缶で缶蹴りをして遊んだ。おしまい。踏んだ、お父さん。本当に缶蹴りの缶がペコピコした話だったね。